いのです。みおのです。あいみおです。今日はノーミラーメイクをやっていきたいと思います。私たちは双子なので、普通のノーミラーメイクではなくて、お互いを鏡にしてメイクをできるのかやっていきたいと思います。双子だから鏡になるんではないかと思いまして、やっていきたいと思います。レッツゴー！はい、それではやっていきたいと思います。いきますめっちゃ無言になるんじゃないこれ。はい、こんな感じでね、平らに伸ばして。ちゃんと伸ばせてますか？伸ばしてますか？下地終わりました。下地終わってません。いいよ、もうそれで。はい、次はじゃあ、はい、メイクやっていきたいと思います。お互い色は違う感じでやっていきます。でも、やるやつは一緒。早くしろ。ママだって。ごめんなさい、お茶に乗って。あ、そうへへ。ははは。持つ。え、まあ、持つってじゃん。そう、ちゃんと。結構。やばいよ。折れたんやけどやば。やばいって折れたやばいこれね涙。あ折れた折れた折れた。やばいって。やばいって。折れたかけんくなる涙袋。はいごめんなさいパウダーを忘れてたんでパウダーしたいと思います。ちょっとはいパウダーを忘れてたのでやったと思います。一個しかない。真っ白。つけすぎて肌に悪い今度。よも。もうちょっとつけてけん。はい。可愛くできました。でも肌真っ白で、あとなんか眉、いつも眉マスカラするんで私は。ミオは手突っ込んでやって。だってさっき手でパウダーやってあげた仕方ない。あでも可愛いめっちゃ。マジで。愛の可愛いよ。ということでアイシャドウ入っていきたいと思います。ちなみにアイナは何メイクだっけ？アイナは青メイク。じゃあ、みおはピンクメイク！でもピンクのアイシャドウ持ってない！青のアイシャドウ持ってないから、アイラインの色だけ青と赤にして、他は普通の茶色とか。あ、なんかママがくれました、かわいいの。青は？青。なんかピンクじゃん。青はないんです。早くアイシャドウしよう。はい。ダメ。こっちにもつけなさい。まず、移すわ、こっちに。じゃあ次、何のアイシャドウ使いましょう。これ使いたいと思います。めっちゃいろんな色があります。色とこの色つけて米の色をね使っていく下目尻かわいいめっちゃかわいいわかんない見えないけどえめっちゃかわいい下のアイホールちょっと薄めの色ねつけたいと思いますで最後にガメをねいい感じありがとうこの付録のアイシャドウを使いますミラーにするんだから同じタイミングに塗るのじゃあ次に涙袋を描いていきたいと思います。ペンシルを使います。さっき眉毛を描いたやつで描きます。絶対さ服とかでこう拭いてるしんといてみて。こういうのね。幅は大きめででもちょっと米がいいですね。濃く描いてから色ついてる？ついとる。でぼかすんですよこれを。濃いとお化けみたいになってもんで。色ぼかさないっても。あまだ一緒だね。そしたら次はここ。赤い部屋粘膜っていうのかなわかんない描いてきますこのね目の下のあれにこれ自信ある全部描いてます今はこの青いアイライナーを使っていきたいと思いますの赤ピンクみたいなやつ使います怖くないここが引くみたいになりたくないでも普通にうまいんだけどでもうまいんだけど回るよでラメつけたくないグリッターとかあいいねグリッターつけようなきゃいけないのでいつも使ってますはいこれですこれを使います旧顔の付録のエース涙袋になりますこれでやりたいと思います本当にだ白ラインいく白ラインいっちゃうやめようなんでやめよう次マスカラ何使う同じの持ってますアイラを使います愛用してますいいですいい感じ？で、こうやって上にやってから横に。オッケー。こんな感じで。似てますか？鏡に浸した後に似てますか？チークやろう。口もうアイシャドウ軽くないから貸しよう。もう手でやります。どうする？オレンジ系か。わおわお、貸してくれた天才。はい、私はさっき筆貸してもらったので手でやります。優しいですね。結構つけました。どこら辺塗る？この辺？端全部やる。ちょっと好きすぎて似てきたみたい、私たち。顎にもちょっと塗ると中国のチルンチルンになるので、顎と鼻にも塗ろう。はい、次リップやる？リップやっちゃう。同じのいっぱいはみ出した気がするんだけどよ。はみ出してない、はみ出してない。終わりです。終わりです。終わりました。何でもチャレンジ、お互い顔鏡で見ていきたいと思います。ハンギョドンのペン。ありがとう。いっせーので。ないよけ。だってでもアイラインなくない？これならでもダンスいけそうじゃない？無理だけど。でもこれでダンスいくんやろ？だってやばくないですか？やばくないですか？ミオのがやばくない？で、今回自分的にうまくいったなと思う部分はこの赤色のアイライナーです。私がうまくいったのは眉毛。オーバーリップもいい感じで。ミオの方がやばいよね。やった簡単。どっちがいいでしょう？やっぱりやっぱしょ。なんでってもそれじゃふざけないで本当に。はい、ということでノーミラーメイクチャレンジ、はい、終わりました。終わりました。可愛くできてよかったと思います。はい、私も可愛くなれました。すごい楽しいのでみんなもやってみてください。じゃあねー、バイバーイ。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。この企画はノンミラーメイクでお互いを使わずに、そう、お互いを鏡にしてメイクをしたんですけど、企画だからなんでこの企画をやったのか意味がわからない、ちょっとバカな企画なんですけど、メイクができる、本当にできると思ったのか知らないですけど、まあ、楽しかったですね。楽しかったです。結構メイクもいい感じにうまく、うん、めっちゃいたんです。その後ダンスとかもいけますよね。そのメイクもいってないけどね、まあ落としたけど、まあ、いけますよねっていうレベルの可愛さ、可愛かったよね。どんなメイクも似合うみたいな。私たちならね、はい、どんなメイクでも似合うということで可愛かったですね。めっちゃめっちゃ楽しかったので第2弾皆さんまたやるってください。またやろっか。ノーミラーでね、お互いもっとうまく可愛くできちゃう。できちゃうね。もうメイク慣れもしてるんで、最近ずっとメイクとかね、なんでそれいけると思う。プロなんで頑張ります。まあということで、まあ最後まで見てくれてありがとうございました。第2弾待っててください。待っててください。やる？絶対いっちゃう。うん。メイクしていきますね。はい、ということでありがとう。ありがとう。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。よろしくね。バイバイ。バイバイ。